はい、どうも、レイチェルです。うん。ですね、もう年内終わりだなって思ってたんですけど、あれですよ。これですよ。ハッチ100。ハッチ100だっけ？ハッチ100か。うん。ハッチ100なんてのが来ちゃったもんで。ええ。これもうやるしかないなって感じなんですよね。私19の時点で、開始早々、1ターン目で、瞬殺されてしまってるんですよ。うん。こりゃ大変だぞっていうあれですよね。うん。で、ツイッターとかでね、皆さんのあれ見てたら、なんか、相当大変じゃないかっていう。ちょっとこれは、一筋縄ではいきそうにない。なので、ちょっとやるのを戸惑っていたんですけれども、うん。やろうかな。やる前かな。いつやろうかな。どうしようかな。なんて。昨日の夜どうしてもやりたくなって、やったんですよ。まあ、とりあえず、瞬殺されるだろうから、うん。まあいいやと思って。で、ゲームの方の、携帯の画面の方だけ録画しといて、まあ私はもう夜だったんで、まあすっぴんですわ。ええ。撮れません。はい。ということで、今日は後付けの反省点で行こうと思ってます。うん！はい。私のチーム、これだったんですよ。私の一番のお気に入りの、ゴッド、ピンクの。彼がいないとやっていけないですね。で、それと、相性の良さそうな、みんな相性いいよって言ってくれてる、このご飯ちゃん。この二人は最近セットで連れてってるんですけれども。で、チャーズ、人数が多いから気絶のためにと思って。でも私思ったんですよ。たった一回のために、チャーズを連れていくのにはちょっとリスクが高い。うん。ただ私、地属性であんまり強い人いないんですよね。で、こうなってる赤い人、HP50% 以上で全員の記録プラス2みたいな感じだったから、うん。とりあえず必殺技打てないと勝てないんですよね。メタルクーラーが全員出てくるやつ。あのあたりから必殺技を打たないと勝てないっていう感じになってきたんで、うん。とにかく気力を貯めておきたい。で、その後の体特性のこの、おデブちゃん。あと緑はベジットさんもこれしかない。うん。他に強い人はおりませんし。私はお気に入りです。で、フレンドさんにやっぱり爆発的に強そうな人。そうそうそう。で、サポートアイテム。ま、セイントズ・デンでは当然だよね。もう使い切るよね。もう使い切ってもダメだったよね。うん。で、私エンマとこのウーロンにしたんですよ。このゴッドとフレンドさんに必殺技を出したくて。でもね、違った。まず、木玉は、ウーロンに任せないで、もう私が自力で集める方がいいと思う。よし！ということで、私のこの、うん。出だし失敗した戦いを、ご覧ください。では、スタートします。はい。このハッチ100。ハッチ100。何者だこれ。ね。ほら、強そうな人がいっぱい来るんですよね。うん。で、まず1回目は、気絶ですよ。しとるんですよ、気絶を。ほらね。一人一人狙った方がいいけどね。やっぱチャンスが弱すぎるから、ちょっと緑の人を狙った方がいいね。それは確かだよ。うん。そうね、そう変えたけどいかなかったね、必殺技。うん。そうそううまくいかないんですよ。虹木玉がないからね。そこがちょっと大変ですよね。うん。わかるよ。わかるわかる。あれ？
全員であそこ狙ったのか。そっかそっか。うん。すげえ来るよね、一気に。ね、多分私この最初のあたりでもう、お化けじゃないな、エンマかな。エンマ使っちゃえばいいのにね。使わないで受けるから、最初のうちにあの、センズナだの、レンジだの使っちゃったよね。間違いやな。うん。最初にあれですよ。エンマですよ。うん。そう、全然、虹木玉がないと全然必殺技って打てないのね。うん。地道ですな。属性的にこれはオッケーなんだけどね。うん。もうこっから先チャオズいらないもんね。ほら、お荷物背負い込んだぞ、チャオズという名の。使うのか？使うだろうな。もう全然残ってないもんな。キャラクター選びの制限って結構でかいね。必殺技打ちたいね。足りないな。足りないな。また使っちゃう？うん。悩んでるね。随分悩んでるね。使うよね。使うしかないよ。ウーロンで買いちゃいなって、あ、ダメだな。うん。ごはんちゃんで打つよりも次に来るゴッドさんとかで打った方がいいもんね。わかるわかる。でもそんな混乱してるとどん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 やられちゃうんですよ。うん。リベンジャーかな。うん。ダメージ、一回一回のダメージそんな大きくないのか。この前のステージか。なんかね、25,000ぐらい食らうんだよね、一回につき、一人につきか。あれしんどかったわ。でもまあ、うん。そう、ここであれだよ、ウーロンでしょ。ウーロンでフレンドさんにお願いしようよ。悩みすぎだぞ。そこで打たせるか。そうだね、そこで打たせても青が落ちてくるね。いいんじゃない。うん、打っちゃいなよ。うん、そうだね、あいつにとどめさしておいた方がいいね。使おうか。そこで使うとしたか。いいんじゃない、すごくいいよ。うん。ほら、重ねて使う、重ねて使ったね。覚えてないね、全然。そうかそうか、このタイミングか。よしよし。うん、2人いけたんじゃない。あ、ここでまだ生き残るんだっけな、あっちが。ちょっと生きてるね。いやだね、しぶたいね。うん。あれしかないだろ。そんなに悩むか。そうだね、それしかないよ。あ、そっか、
青の木玉が離れちゃったのね。残念ね。なのにゴッドを3ターン目に置いちゃうっていうね。あれだね。当分来ないね。いいやな。うん。うん。見て、みるみる HP が減るぜ。でもね、この2人ぐらい倒せたところで、あ、ちょっといける、頑張ればいけるなって見えてくるよね。うん。ただね、アイテムのね、消費が半端ないからね。迷ってるね。多分 HP がこれしかないから。円まで抑えようか、HP 戻そうか。おそらくここで悩んでんのかな。うん。うん。そっちの道を選んだか。なかなかあれだね、うまくいかないね。石じゃない、火玉がね。うん、つながったね。うん。打っちゃうのか？そこで打っちゃうのか？あれだな。次の青髪、赤髪に打たせるか迷ってるな。やめた。そうだね。確かに。やばいね。もうアイテムなくなっちゃうんじゃないの？エンマか？エンマ使うのか？あ、違うな。HP だね。HP 全然ねえじゃん。エンマ使うのか？エンマ使ったね。エンマ使った上での HP 回復しないのかな？しないんだ。ヒリヒリするぞ。悩みすぎだぞ。大丈夫？緑で受けることになるけど。おお、超ヒリヒリじゃん。うん。わあ、見て、HP 全然ないぞ。なしてこすってんな。ほら、もう最後のボスにたどり着く前に回復全部ないじゃん。これやべえぞ。そっちか。ダメだな、足りないな。悩みすぎだな。やばい、 HP がやばいぞ。一冊は打たないとやばいぞ。もう死んでる場合じゃないぞ。そこであれだろ、ウーロンだろ。ですよね。でウーロンでしょ。うん、そうだよね。うーわ、使い切ったアイテム。これ使い切ってもね、信じきれなくて、あと何回か見るよね、確か。アイテムないかなって。そうそうそう、やっちまいな。うん。撃て。そう。すげえな。ダークネス、スイスト、エムラ。だね。
最後残ったのが緑だから手強いよね。そう、ほら見ちゃうよね。わかるわかる。見るよね。残ってなかったっけかなーなんつってね。うん。諦めつかないのよ。信じきれないのよ。この現状を受け止めきれないのよ。わかるわかる。見て、もう HP4383。もうここで一回死んだね。うん。そうよ。もう悩んでも仕方ないよ。もうね、ここで一回やられるのはもう致し方なしですよ。うん。もうしょうがない。しょうがないから早くして。グミ食べちゃうぞ。うん。でも、ドッカン八郎も愛してるし、青木ラモもそのってんのにね。ここでやれちゃうのもったいないね。ふふ。でもここまで来たらね、使えますよ、そりゃ。うん。あ、あ、木玉の位置も独眼のあれも変わんないんだね。うん、素晴らしいじゃない。もうちょっと頑張ればね。あれだな。お化けの、じゃない、お化けを持ってきて、エンマを使うタイミングをもうちょっと早くしておけば、この時点ではまだ流石使わないでいけたんじゃない？うん。ねえ。多分次のラスボスで使うことになると思うけどね。グミ食べちゃうぞ。うん。ドッカンがもうちょっと早い段階でね、発動してれば全体攻撃がね、あれだよね。おお、よしよし。うん。なんて喜んでる場合じゃないのよね。こっからがまだね。でもここまで来ちゃえばもうね、望みは見えておりますよ。うん。青の人3人も連れてきてるし。うん。そうだね。そうだね。グミ食べちゃうぞ。攻撃1万3000ぐらいか。確かあんま必殺技打ってこなかった気がするな。4回ぐらいまでは HP 持つから、その4回ぐらいで仕留めないといけないけど、なかなかね、必殺技がね、打ってないんだよね。そう、何回見てももうないんだよ。分かっちゃうんだよね。分かっちゃうけど見ちゃうよね。うん、食べちゃうぞ。ならないね。ここでチャオズがいなくて、もうちょっと木玉が溜まっていれば、気力か。溜まってたらいけたよね、もう。次くらいで。
全然血玉があれだね。思うようにいかないね。やばいな。そうだね。そこで打つ？そこで打っていけるかな？足りないでしょ、きっと。あ、すげえ溜まったね。でもここで一回やられちゃうんじゃない？もしかして。じゃなければ終わったのにね。すげえ悔しいよね、これ。これ超悔しいよね。うん。これはもうね、ついてなかったとしか言いようがない。だってもう青しかないもんね。これ打ててたら終わってたもんね、ゴッドで打ってたら。1492しかもう SP もないし。ダメだ。今多分ね、すげえ、悲しんでるよ。落胆してるね。でももう打つしかないんだよ。行こう。うん。はい、ここで。無残にも。使いますよね、どう考えても。もう悔しいよね。悔しいけど、でもここがラッキーだったよね。緑で打てるっていうね。これはラッキーですわ。した方がいいね、きっと。あと4つで打てんのか。残念だな。そう、後になって思うことってあるよね。よし。まあ、結構かかりましたね。うん。でもね、流石2個で勝つことができました。バトルカード2枚落ちましたよ。うん。そうだね、あれだね。流石は2個使っちゃったけど、でも、ここで流石10個もらえるんですよ。うん。全然いいよね。全然ありあり。うん。ほら、SSR ももらってるしね。うん。あれでしょ？結構いいやつでしょ？とどめを刺したら 40% HP が回復みたいな感じじゃなかったっけ？ねえ。なんかそんなんだったよね。ということでですね、私は、このヒーロー絶滅計画？うん、これのラストステージ、荒ぶる憎悟。こちら、流石2個でクリアでした。うん。多分ね、私に濃厚は無理だな。うん。持ってるキャラクター的にちょっとね、足りてないかな。だけどね、流石1個でいけるね。持ってくサポートアイテムのものと使うタイミングさえ間違わなければ。ということで、はい。今回はちょっと後付けになってしまいましたが、反省点をたくさん述べてみました。うん。はい。では、お付き合いいただき、ありがとうございました。うん。はい。バイバイ。うん。